まあ、最初に出たのはもう30年以上前なので、その頃からするともう全く違う世界とか社会、環境が今日本でもあるかなと思ってます。まず報道量が変わり、そして多くの方々が注目してくれたり、知っているよっていう声をいただけるようになったことは大きな変化かなと。さらに、まあ、本当に強化活動をする上での拠点が整備されたり含めてですね、トップの選手たちはものすごく環境が良くなってきているなとは感じます。それもこれもやっぱり多くの人たちが応援してくれる環境、そして、知ってくれる、あるいは観戦してくれるっていうことが増えてきたことによるんじゃないかなと思うと、マスコミの皆さんとか、まあ、あるいは今ソーシャルメディアも含めた多くの皆さんの力によって支えられているなとは感じます。私は2012年のロンドン大会と2021年の東京大会の2回パラリンピックに出場させていただきました。東京パラリンピックに向けてメディアでパラスポーツのことをたくさん取り上げてもらったおかげで、ロンドン大会の時以上にたくさんの方々にパラリンピック、パラスポーツについて知ってもらえていると感じます。それは柔道の大会の時の観客の皆さんの多さや、普段の生活の場面での応援の声の多さで感じます。パラスポーツをたくさんの方々に身近に感じてもらっているのではないかと思います。欲を言えばプレイヤーがもっと増えてくれたらいいなと思います。そのためにはパラスポーツを身近にやれる環境がもっと増えること、それからパラスポーツについて指導者の方がもっと理解をしていただけること、そういうことが増えていけばいいのかなというふうに思います。